金沢海上保安部によりますと、午前11時前、内灘海岸で友人2人が流されて戻れないと通報がありました。流されたのは20代の男性2人で、友人と泳いでいたところ、先に1人が沖に流され、助けようとしたもう1人も流されたということです。その後、2人は付近にいたサーファーや水上バイクに助けられ、無事でした。腰ぐらいまでは波あったんですけど、急に高い波に飲まれて足つかんくなって、で、もう自分でどうにもできんなと思って、サーファーの人に助けてって言って、自分は仰向けなってって感じですね。助けもあったという感じです。内灘町では今シーズン海水浴場を開設しておらず、監視員などはいなかったということです。金沢海上保安部では、開設され監視員がいる海水浴場を利用することや、波が高い場合は遊泳を控えるよう呼びかけています。